続いてあいつこんなこと言ってました。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなど有名人が調子をぶっこいて話していたことをチクってもらう企画です、うん、ラジオネーム三平有吉さん、事件です。僕も愛読しているおしゃれ雑誌キャンキャンの表紙に、うん、読者モデルの丸林ひろなさんが大抜擢され、編集長がこんなことを言ってやがりました、うん、非常に読者との距離が近いリアルな存在、実際に会ってみて丸林さんはキャンキャン世代の女の子を引きつける吸引力があることを確信しました、うん、使え、俺の妹も表紙に使えや確かにうちの妹は全然おしゃれじゃねえよ、ネズミ色のパーカーしか似合わねえドラム缶体型だよ、インドア派のくせに妙に浅黒いし、なでしこジャパンの補欠みてえな面をしているよ。だけどな、あいつだって毎月キャンキャン読んで頑張ってるし、持ち水で鍛えた吸引力は毒物火じゃねえんだよバカ野郎。とりあえず俺と妹のツーショット写真送りつけてやっから、絶対来月の用心使えよ、うん、モザイクとか入れやがったら売ったやろ。なんで自分が入ってん写真に、ツーショット。お前は関係ねえだろ、ね、妹もなのかな。ラジオの、県境の山菜採り、胸焼けはどこから、ベッキーからこと、ベッキーがこんなこと、こんなツイートをしていました。数日前から古傷が痛む。中学の時に犬の喧嘩に巻き込まれて噛まれた場所。頸動脈に噛みついとけ、クソ犬。短いですけど。ラジオ三平。アリウスさん。80年代アイドルの最高傑作ことダンプ松本先輩が127キロの成長日記という大変面白いブログの中で、今までベールに包まれていた私生活を赤裸々に語ってやがります。100円ローソンが近所にあり、つい買いに行ってしまうダンプです。3つで100円のうどんと100円の激辛レトルトカレーにじゃがいも、玉ねぎ、レタス、さつま揚げ、ウインナーを入れる。アボガドを入れるとうまいけど、さつま揚げもなかなかうまいよ。おいおい、なんだこのクソブログ。反則だろ。語尾にダンプですってつけりゃ何でも面白えわ。おはよう、ダンプです。今日はバイクで来ました、ダンプです。スーパーに突撃します、ダンプです。いや、あんまり面白くねえな。とにかくカレーうどんにさつま揚げを放り込むダンプさんのセンスに乾杯。以上です、ダンプです。そうですね。ラジオネーム三竹マリオ。有吉さん、俺お笑い分かってます系モデルことジョイの顔面スリッパ野郎がサッカーコンフェデレーションズカップ日本対ブラジルの試合中にツイッターでこんなことを言っていました。日本、あれだけ引いて守ったら点を取るのは難しいな。縦パス一本でチャンスを作ろうとしてるけど、まあ厳しい感じしますね。セカンドボールもほぼ全部負けてるし。おいおい、お笑いの次はサッカー通気取りか。いろんなとこからつまみ食いばっかしやがって、意地汚い野郎だな。どんだけ人の畑にずかずか踏み込むんだお前は。おとなしく本職の物干し竿でもやって洗濯物ぶら下げてればいいんだよお前は。とにかくお前は笑いもスポーツもモデルも顔も全てが中途半端。いい加減一つのことに集中してみろ。そんなお前に俺がいい人紹介してやるから、我らがチンポコザル兄さんこと市原隼人大先生だ。あの方はな、は、集中、は、つって高校野球にのめり込みすぎたあまり、今では世間から飛んだピーターパン野郎っつって笑い物にされてる偉大なお方なんだぞ。ありがたいだろう。ただ弟子にしてもらうにはバナナ3本と花香義明の生首が必要だから、ちゃんと用意しとくよ。はしゃでな。誰をディスりたいのか。後半ラジオネームダイエットはしたから。有吉さん、変態三宅ボーカルこと桜井和俊のスカシ野郎が
自身のヒット曲、うん、名もなき歌の中でこんなことを言っていました、うん、成り行き任せの恋に落ち、うん、時には誰かを傷つけたとし、傷つけたとしても、うん、その度心痛めるような時代じゃない、うん、おい三宅野郎こらてめえゲスナーに喧嘩売ってんのか。俺たちゲスナーはないつも可愛い子を見かけたらついつい家までつけて行ってしまうっていう成り行き任せの恋で何度もそいつの彼氏や警察にボッコボコに傷つけられてんだよ。少しは傷つけられる方の気持ちも考えろ。つうかてめえもてめえでいつもなよなよニヤニヤして気持ち悪いんだよ。それなのにモテるってどんな手口使ってんだよ。似た感じなんか俺たちとほとんど変わんねえじゃねえか。世間知らずの中高生を洗脳して騙す歌なんか作ってる暇あったら俺たちゲズラのために一回サンドリに来てそのモテるノウハウを教えやがれ。どうですか。いやこれもうイエローカードじゃない。大丈夫かやばいでしょこれ今。何ちゅうメール。イエローは出さないですけど。出さないですか。そんなことないですか。いやだってそういう時代じゃないからやめなさいってことでしょ、うん、はい、すいません。いやすいませんで済まないですよ本当にこんなこと言って。すいません。うん、はい、まあ I'm sorry、 うん、こっちも悪かったよ。そういう歌があるんだね。便利だな。うん、 I'm sorry っていう歌があるからな。うん、便利。はい。次、はい、はい、ね、はい、ネジムームチェーンギャング、うん、有吉さん、先週のサンドリで取り上げられていた川越達也の店で出している水が800円というニュースがありましたが、はい、その後自身のブログで謝罪していた模様です、年収300から400万というのは一般的なお客様を表現したということであって、バカにしたというような意味合いでは全くございません、ただ今回具体的な数字を出してしまったことで皆様に誤解を与えてしまった、反省しているようですね。許しましょう。なんと言う、なんて言うとでも思ったか腐れけど、謝罪したら国民全員が許すと思ったら大間違いだぞバカ。言っとくけど謝罪しようが何しようが俺はお前が嫌い。坊主にしても嫌い、童貞でも嫌い、ポコチンが OK で臭くても嫌い、救いようのない嫌われ者なんだよ。年収20万なめんなよ。なめなさいよ。怖いですね、本当に。以上にしましょうか。